こんにちは、マルオです。沖縄生まれ沖縄育ちのアラフィフ、日々に起こるいろんな出来事をお届けしております。今日は糸満市大里にある九抜の塔を参拝したいと思います。糸満市のど真ん中です。与那原町から続く県道77号線糸満与那原線沿いにありそうです。近くには消防本部や車屋さんがあるようです。航空写真で見ると森の端ですね。少し北のオフグスクムイグスクも気になります。ルートは国道507号線塚山から南下する主要道路です。車移動は3倍速でお届けします。移動しながら心の内を少し話しさせてください。現在システム保守のお仕事で生計を立てているのですが、システムが安定稼働してきたことで保守時間が削減されました。具体的には1ヶ月20日間が10日間となります。システムが安定稼働してきたことは喜ばしいことですが、工数が半分に削減されたということは売上も半分に削減されたということです。もちろん断る選択肢もあります。システム保守が半月であればお受けすることはできません。お断りした上で別のシステム開発案件を受けることもできるのです。技術者は不足している状況なので仕事にあぶれることはありません。システム開発の仕事をすることで収入は安定するのですが、平日の9時から18時の時間、縛られることになります。時間に縛られると会社員と同じで自分の会社の発展はありません。売上が半分になったと嘆くのではなく、自由な時間が増えたと前向きに捉え、ピンチをチャンスに変えていこうと思っています。自分自身はワクワクしておりますが、収入が減ることの不安もあります。家族にも心配させないよう確実に売上を確保しなければなりません。まだ数ヶ月猶予があるので、いろいろと模索していきます。今後の動画で良い報告ができるよう頑張りますので、応援してください。さて、右に見えてるのはウフグスクムイ、九抜の塔の近くまで来ました。ウフグスクムイグスクという城跡もあるようです。グスクらしい跡はないようですが、廃所などは残ってるようです。優先度は低いですが、今後の訪問先に入れておきます。この大きな右カーブを越えたら九抜の塔は目前です。車屋さんが見えてきました。消防本部もあります。どこかに駐車してきます。ここは糸満市消防本部、糸満市のど真ん中だけありますね。消防本部の右側には森が見えます。九抜の塔がありそうな雰囲気です。森のところをよく見たら九抜の塔ありますね。車屋さんの裏の方にありますが、どこから行けばよいのでしょうか。車屋さんを回り込むように行けば九抜の塔に行けるのだろうか。
でも、不罰の塔はすぐそこなので、車屋さんに確認してみます。番犬でしょうか？犬の鳴き声が気になります。車屋さんにお願いして、不罰の塔まで通してもらいました。訪問した日は雨模様だったので、地面がツルツル滑ります。不罰の塔です。喧嘩が手向けられていますね。碑文は意外にも横書きでした。首里からこの地に転進した歩兵32連隊、大半が死傷するも最後までこの戦線を守ったようです。米軍に抜くあたわずと思わしめた地として不罰の塔を建立したそうです。車屋さんの裏にあるということで訪問しづらい場所ではありますが、訪れてみてください。足元にはお気をつけて。さすが糸満市、慰霊碑には必ず説明プレートがあります。自由に出入りできる通路があると大変ありがたいとは思いますが、参拝させていただけるだけで感謝しましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。